はい、こんにちは。ついに今週末 iPhone5S が発売されますね。っていうことで iPhone4S とか iPhone5 をですね、下取りに出して買い替えようと思っている方も多いんではないでしょうか。ところがですね、水没していると下取りできないんじゃないかなっていうことで、皆さん確認した方がいいんじゃないでしょうか。で、私が持っているのは、偶然にもですね、水没した iPhone4S ですので、水没したらどこにマーカーが出るのか、ちょっと紹介してみたいと思います。一つ目はこのドックコネクタの奥ですね。はい。水没するとこんな感じになります。はい。もう一箇所あってですね、もう一箇所が、このイヤホンジャックの奥ですね。私の iPhone4S はここはなんか色変わってないんですけど、ここもマーカーになってるそうです。はい、一応2箇所ですね、確認して、それから下取りプログラム適用になるのかなっていうのをね、確認していただきたいと思います。バイバイ。バイバイ。